長。酒井康之君。自由民主党の酒井康之でございます。決算委員会で質問するのは初めてでございまして、この機会をいただいた委員長はじめ理事、そして委員の皆様にお礼を申し上げたいと思います。まずちょっと順番を変えて、大臣にもお話をお聞きしなければなりません。新型コロナウイルスの感染が拡大をされております。そうしたことから、まずはですね、この新型コロナウイルスによってお亡くなりになられた皆様に心からご冥福をお祈りを申し上げるとともに、現在感染されている方々にお見舞いを申し上げて、一刻も早く回復されることをお祈り申し上げたいと思います。またいわゆる医療従事者の皆様をはじめとして、たくさんの関係の方々がいらっしゃいます。もう私たちはどれだけ感謝してもしすぎることはないと思います。改めて感謝申し上げたいと思います。そしてここに来て新型コロナウイルスが拡大をしてきております。昨日の報告によりますと、全体で4093人ということでございますし、大阪では1220人、東京でも543人という報告があり、重症の人たちが723人あるということであります。緊急事態宣言というのが3月21日に解除されましたけれども、4月の5日にはまん延防止等の重点措置というものが大阪、兵庫、宮城に適用されて、この12日には東京、京都、沖縄、そして明日からは埼玉、神奈川、千葉、愛知ということがございます。尾身会長は皆さんご承知のように報道でもう第4波に入っていると言っておられます。専門家の意見には、再び緊急事態宣言を出して一刻も早くこの感染を食い止めなきゃならないんじゃないのかというご意見もあり、また今日のお昼のニュース等でもありますけれども、大阪の吉村知事は政府に対して緊急事態宣言をお願いをするということを断言をされております。これを踏まえて大臣、西村大臣からですね、現状を踏まえてところの見解をお聞かせいただければと思います。西村国務大臣。お答え申し上げます。ご指摘のように全国的に感染者、新規陽性者の報告数が増加をしてきております。特に大阪、兵庫、関西圏でですね、変異株がもう8割ということで、急速に拡大をしてきております。そしてご指摘のように4月5日から大阪中心ですね、これまん延防止等重点措置を行ったものですから、これちょうど2週間ぐらい今経ってましてですね、この報告数の伸びや鈍化はしてきています。ただそれでも1100、1200の水準で高止まっておりますので、病床は非常に厳しい状況になってきておりますし、吉村知事とも昨日も連絡を取り合いまして、こうした状況を共有をしている、まさに極めて強い危機感を持って対策の強化が必要であるという、そうしたところを共有をしているところであります。その上で、国民の皆さんの命を守るために必要となればですね、これは緊急事態宣言躊躇するべきではないというふうに常々申し上げておりますし、そういうふうに考えております。緊急事態宣言に万が一なればですね、これは休業要請含めて極めて強い措置を、今まで以上に強い措置を取ることができますので、そういった対応も可能となってきます。他方、今のまん延防止等重点措置でもですね、今飲食店の8時までの時短をお願いをしておりますけれども、それ以外の施設についても集客施設、百貨店などを含めてですね、時短の要請などもできることになっておりますので、こういったあたりをですね、知事ともさまざま意見交換をさせていただいております。いずれにしても強い措置が、今まで以上に強い措置が必要であると、これを下げていかないとですね、病床がますます厳しくなりますので、そういう意味で病床はもちろん今国も挙げて政府を挙げてですね、取り組んでいるところでありますけれども、ただ
それでもこの1100、1200が続くと、これは大変なことになってきますので、いずれにしても強い措置が必要であるというふうに考えております。専門家の意見を聞きながらですね、こうした対策の強化、急いでまいりたいというふうに考えているところであります。酒井康之君。はい、ありがとうございます。また後ほどお聞きをいたしますけれども、決算委員会でございますので、検査委員の方に質問させていただきます。新型コロナウイルスの感染症対策についての、いわゆる検証について、会計検査院にお伺いをしたいと思います。いまだに収束が見えない、いわゆる新型コロナウイルスの感染症でございますけれども、感染の拡大の防止の拡大とですね、社会経済の活用の両立を図っていくためにさまざまな施策が講じられておりますけれども、予算規模もですね、大きくなっておりまして、事業規模は令和2年度の二次補正予算までに新型コロナウイルスの感染症対策予備費を 11.5 兆円を含めて 233.9 兆円となります。さらに第三次補正で令和3年度予算に関係経費が計上されております。昨年の6月に本委員会の措置要求決議でですね、事態が収束した暁には、各施策の効果等について徹底的に検証し、次の時代への教訓として活用するべきであるというふうにございます。現在、会計検査院では新型コロナウイルスの感染症対策関係費等の執行に関わって問題について、検査を実施中というふうに伺っております。国の政策対策には当然のことながら、政府自らの検証も必要でありますけれども、次の政策の対策につなげるには、大事な、これは検査員のことが重要でありますし、さらに効果を上げていかなければならないということで、ですね、検査員のチェックが大変重要であるということであります。そこでですね、現在の実施状況というものをお聞きをしたいと同時にですね、新型コロナウイルスの感染防止、拡大防止のための検査員は、本当のいわゆる強みで、検査員 が強みであるところの実施検査というのを令和のですね、2年時には中止したということもあると聞いております。またですね、コロナ禍の中でこれらの感染防止拡大のための実施検査について、難しい対応が迫られるというふうにも考えられます。またこれは検査員だけではございませんけれども、ワークライフバランスの推進や働き方改革などでですね、男性も女性もですね、育児や介護を担っておられますので、時間制約のある職員が増えるというふうに、時間制約のですね、ある職員が増えるというふうに思います。実施検査が縮小してですね、次の年度以降の検査報告に影響があるのではないかというふうにちょっと懸念をする次第であります。コロナ前の検査報告の質を維持できるかどうかというのは大変な大きな課題とも言えますし、ウィズコロナのポストコロナ時代の実施検査の在り方、そして実施検査をいわゆる補完するためにですね、新たな検査方法の手法というのも開発を考えなきゃならないと言いますけれども、ご見解をお願いいたします。森田雄二会計検査委員長。ご質問ありがとうございます。新型コロナウイルス感染症対策に関する各種の施策につきましては、昨年9月に公表しております会計検査の基本方針にも記載のとおり、一定期間に多額の国費が投入されていることなどを踏まえまして、各事業の進捗状況に応じて検査を実施しているところであります。そして検査にあたっては、各事業等の実施に緊急性が求められていることに留意するとともに、政府の取り組み方針や動向等を注視しつつ、状況に応じて機動的、弾力的に対応することとしております。なお、検査にあたっては、新型コロナウイルス感染症による検査対象期間への影響等に適切に配慮しているところであり、今後も引き続き配慮してまいりたいというふうに考えております。会計検査院においてはですね、新型コロナウイルス感染症拡大防止の対応策といたしまして、緊急事態宣言の発出状況等を踏まえて、一定期間、すべての会計実地検査を中止したり、検査対象期間等を一部に限定したりするなどの対応をしてまいっております。
そしてこのような場合、実地検査に代替し、またこれを補完する手段として、検査対象機関から提出された計算書や、証拠書類を検査したり、その他必要な資料を取り寄せたりして、在庁での検査を効率的、効果的に行うように努めているところであります。また会計検査院では、以前からですね、ICT の活用に取り組んでいるところであり、最近はウェブ会議により必要な説明を受けるなど、新たな検査手法も試行して検査を行っているところであります。ただ、実地検査にはですね、検査対象を現場でつぶさに確認したり、それを取り巻く周囲の状況も含めて、直接把握したり、などといった他の方法では簡単に代替できない重要な機能があるところでありますが、コロナ禍のような事態もあり、またご指摘のワークライフバランスや働き方改革に資するということも必要であるというふうに考えております。検査の水準を維持しつつ、持続的な検査活動が確保できるように、ICT のさらなる活用などにより、リモートで対応することが可能な部分はないか、あるいは検査のさらなる効率化に資する検査手法の開発ができないかなどを検討いたしまして、検査手法をさらに工夫しですね、多様な取り組みを行ってまいりたいというふうに考えております。酒井康之君。委員長、ありがとうございます。しきりに ICT という言葉が出てまいりました。これは平井大臣にもまたいろんなことで、ご活躍をならなきゃならないというふうに思いますけれども、いわゆるその今、変異ウイルスというものも発生をしてきていてですね、大変な拡大をしております。その意味では、大臣、臨機応変に対応するということが、西村大臣、非常に重要だというふうに思います。先ほどの、緊急事態宣言等の話もありますけれども、こうした効果的な対策を講じていくということはですね、事態の収束が、それを待つということではなくて、直ちに検証してですね、次の感染対策に生かしていかなきゃならないんじゃないかというふうに思います。関係検査院の報告を受けてですね、コロナに関する施策の効果等について早期に検証をして、教訓として次の政策につなげるよう活用し、より大効果的な施策を講じていけるよう大臣にお願いしなきゃならんのですけれども、その辺のご見解をお伺いいたします。西村国務大臣。お答え申し上げます。ご指摘のように、去年の春の緊急事態宣言からですね、1年の経験を積んできておりますので、この間のさまざまな対策の効果、経験、そしてデータも蓄積があります、内外の研究もいろいろありますので、そういったことをもとにですね、対策の進化を図ってきたところでありますけれども、さらにこれを進めて、進化をさせていきたいと考えております。少しだけ例を申し上げますと、昨年春、そして夏の経験で、飲食店の20時までの時短は効果があるということが分かってまいりましたので、この1月、3月も8時までの時短を中心に、行いまして、ピーク時から新規陽性者の数は8割から9割減少ということで効果を持ったわけであります。ただ、今回変異株ということで、今回大阪は4月5日から行っておりますけれども、まん延防止等重点措置で20時までの時短を行っておりますが、これだけではなかなかこう下げていくのが難しいんではないかというご指摘も専門家からもいただいております。そういう意味で、さまざまな分析に基づいてですね、対策を進化させていく、強化する部分もあれば、緩和してもいい部分もあると思います。そういったところをですね、行っていきたいと。緩和していい部分はですね、映画館とかイベント、これ、野球、J リーグも5000人まで、この1月、3月の緊急事態宣言の下でも、5000人まで、50% まで入れていいということで対応しておりました。そこで何か感染が広がったという報告は受けておりませんので、そうした効果もデータの分析によって進化させていくということも行ってきております。また東大の渡辺勉先生という経済学の先生によれば、緊急事態宣言、昨年の時のその緊急事態宣言の直接の効果に加えてですね、それに伴う政府や知事の発信、そうした情報効果、さらには毎日の感染者数、これ増加をしていったわけであります。こうしたことから、の持つ情報効果、こういったものも認められるということで分析もなされております。いずれにしましても、こういった分析をですね、さらに進めながら、今回の1月3月の分析、それからこの4月以降の変異株への対応もですね、
分析を並行的にやりながらですね、対策をさらに進化させていきたいというふうに考えております。酒井康之君。ありがとうございました。先ほど申し上げましたけれども、臨機応変な対応というのは非常に重要だというふうに思いますので、よろしく引き続きお願い申し上げます。大臣は退席されても大丈夫です。この後はありません。はい。次の質問に、移ります。西村大臣、ご退席いただいて結構です。官民ファンドについてお伺いをしたいと思います。民間が担うことが難しいとされておりますリスクマネーを供給し、民間投資を喚起することを目的とします官民ファンドというのはですね、令和元年度の末時点では13ファンドございまして、政府からの出資額が1兆1266億円、民間からの出資額は4791億円、このほかに約3兆円の政府の保証が付されております。これらのですね、13ファンドの実の投資、いわゆる投融資額というのは、2兆5386億円でありまして、民間からの投融資額が7兆6632億円ということでございます。で、本来ですね、官民ファンドの役割というのは、ここはちょっと聞こうと思ったんですけど、私の方から申し上げます。本来、官民ファンドの役割というのは、政策的にですね、意義の高い分野において、一定の収益を確保しながら、民間だけではリスクを取ることが難しい分野に率先して投資を行うということで、信用性を補い、また民間資金の誘発、いわゆる呼び水などをすることだというふうに思いますが、一部の官民ファンドでございますけれども、投資実績が低調であるとともに、累積の損失が生じている状況にあるものがあります。海外需要開拓支援機構、いわゆるクールジャパン機構はその一つでありまして、最も損失額が大きくなっております。私が政務官をやっていたときに、このクールジャパンも担当いたしましたけれども、非常にいい政策だなというふうに実は思っていました。日本の魅力ある商品サービスの海外需要開拓に関連する支援促進を目指してですね、設立をされたわけでありますけれども、元年度の累積の損益の計画額がですね、194億円の損失に対して、さらに21億円、つまり増えたと言っていいと思いますけど、215億円というふうになっております。このコロナ禍によってですね、投資環境の変化が懸念せられるわけでありますけれども、令和2年の11月に行われた財務省の財政制度等審議会の財政等融資分科会においてはですね、機構は現時点では投資計画の見直しを行う必要はないと説明しております。委員からはですね、平時の計画通りに今後も進められるという結論はですね、コロナの影響を受けているという状況の説明と食い違っているという納得がしがたいとの意見も出されて実はいます。2013年に設立をされて8年が経過していますね。で、経産省からの資料をいただきますと、2023年には上向くというお話でありますけれども、私の感覚からいくと、サラリーマンやったという時の感覚からいくと、もう一般の会社ならもう8年も経ってれば、もうおかしくなっているというふうに思います。で、このプロジェクトには確かに時間はかかるという必要があるというふうに言われますけれども、クールジャパン機構に関してはですね、私はコロナ禍による投資環境の変化を踏まえたことを考えるとですね、投資計画を見直す必要性があるんではないかと、見直しを行わない理由も含めてですね、この仮に収益の改善が見込めないという場合には、機構の存在危機をというですね、問うことも考えなきゃならんだろうと私は思いますので、ご見解をお願いします。山本和範経済産業省商務情報政策局商務サービス政策統括調整官。お答え申し上げます。クールジャパン機構をはじめとする官民ファンドは、一般的に長い投資回収期間を想定する事業や、短期の収益性が必ずしも高くない事業に投資を行います。このため、投資回収による収益よりも、運営経費などによる費用が先行するのが通例でございまして、クールジャパン機構もそのような状況にございます。この機構の設立初期の案件につきましては、政策的意義を重視するあまり、一から事業を立ち上げるものが多く、また現地ニーズの取り組みが不十分であったと認識しております。
このため2018年6月からの現経営陣の下で政策的意義を追求しつつも現地企業との連携による的確なニーズ把握、すでに事業基盤がある事業への投資を中心とするなどの投資方針を新たに策定いたしますとともに、個別投資案件につきまして保有株式の評価減計上による損失の先送り回避、半存支援の強化などの取り組みを進めてきたところであります。現在新型コロナウイルスが世界的に流行する中で、人の移動の制限等によりまして、特に店舗型案件やインバウンド関連案件において計画の遅れなど事業に影響が出ているものがございます。その一方で巣ごもり需要によるサブスクリプションサービスの新たなニーズ拡大などプラスの影響が生じているものもございます。中期的にはデジタルシフトや消費行動の変容など市場環境の変化が進むと考えられますので、ポストコロナ時代に適応した新たな海外需要を獲得していくことが重要でありまして、クールジャパン機構においてはすでに投資をしている事業の価値向上や市場環境の変化への対応も含め、政策性と収益性の実現に向け取り組んでまいります。ご指摘いただきました投資計画につきましては、各官民ファンドは累積損失解消のための数値目標計画を策定公表するとともに、毎年度計画と実績との乖離を検証し、乖離が認められる場合には5月までに計画を見直すこととされております。クールジャパン機構におきましても現在昨年度の決算について整理を行っているところではありますが、これまで申し上げた観点も踏まえまして、投資計画についても適切に必要に応じた見直しを検討してまいります。坂井康之君。委員長、ありがとうございます。納得したわけではないんですけれども、資料をいただいた中でですね、2018年の6月に、CEO のいわゆる代表者が交代をしてですね、CEO に北川直樹さんが入られて、今、改革をしているというお話をここでできました。それならば私もですね、頑張っていただければですね、いいなというふうに感じておりますので、ぜひともですね、その辺を踏まえてですね、徹底的にやっていただきたいというふうに思っております。次の質問に移ります。実は、大学ファンドについてのお話をしたかったんですけども、時間がありませんので、ちょっとごめんなさい、飛ばしてさせていただいて、平井大臣 に関係ありますマイナンバーについてカードについてお伺いしたいと思います。令和2年のですね、マイナンバーカードの1年間の交付枚数というのが1184万枚ということで、年間の交付枚数としては過去最多となったということでございます。これは5月から給付が始まった特別の定額給付金のオンラインの申請や、9月から始まったマイナンバーポイントの事業を利用する目的でカードの交付を受ける方が増えたということでございます。これによって申請件数は3月末時点で4549万件ということで、大幅に増加をしているということでございますけれども、実際政府が想定していた交付枚数というのが令和2年度までに6000から7000万枚ということでありますので、4年度末にはほとんどの住民に交付の達成は厳しいという見通しが立たれています。そういう中で令和元年度の決算において、マイナンバー制度やマイナンバーに関連する経費の歳出予算額はマイナンバーポイントの事業を含めて1155億円である一方ですね、支出の際の歳出額が511億円ということでありますので、執行率は 44.3% ということになります。詳細を言えませんけれども、総務省関係で言えば個人番号のカードの交付事業費の補助金なんかは 51.5%、 それから交付費の補助金も 43.8%、個人番号カードの利用環境整備費なんかは 10.6%、厚生労働省で言えば、健康保険証の関係の社会保険の、関係の費用でも 29.7% という状況があります。マイナンバーカードをですね、保険証の、健康保険証の代わりとして活用できるオンライン等の資格のシステムというのは、いろいろなトラブルが相次いでですね、本格運用は10月に削減をされているということでありますけれども、内閣府の調査、世論調査や民間のアンケートでは、マイナンバーカードを取得しない理由として、いずれもやはり個人情報の漏洩を心配するものが上位というふうになっています。私ももうだいぶ前にマイナンバーを取りました。
そういう意味ではまだ本当は少しお話ししたいことがありますけれども、参議院ではですね、これから、まあ、というかもう本会議でデジタル法案の審議が始まっておりまして、来週のもうこの明日からはですね、本格的審議に入ります。マイナンバーカードを基盤としたデジタル社会をなんとか実現をしていくためにはですね、これまでの取り組みをどう捉えて評価しているか、あるいは障害となっている問題点をやっぱり早急に洗って対応しなければならないというふうに考えます。カードの確実な普及活用を進まないというふうに思いますけれども、なんとかどんなような認識をお伺い持っているか、お伺いしたいというふうに思います。平井内閣府特命担当大臣。先生、質問ありがとうございます。また明日から法案の審議でお世話に内閣委員会でなります。確かにそのマイナンバーカード、まあ、マイナンバー制度全体で見ますとですね、カードの普及枚数というのは我々が想定しているよりは少し遅いペース、しかしながらここに来て急激に国民の理解が進んで多くの方々が申請していただいているということは非常に我々としても歓迎したいというふうに思うんですが、そもそも日本のこの IT 化といいますかデジタル化というのは ID なきまま今までやってきたがために非常に中途半端なサービスしか提供できない上に非常に基盤が脆弱だったと思っています。で、安全で安心なそのデジタル社会を作っていくためにはまあ、個人の特定1位の ID と、ですからマイナンバーですね、そしてマイナンバーカードはネット上で本人が本人であることを確定できる、まあ、唯一の国がアンカートラストになってやる、まさに認証基盤だと思います。ですから、必ずこの基盤は、将来のその世代も含めて、デジタル社会の中では絶対に必要な、まあ、社会インフラだと思っていますので、スピードは遅いですけど、着実に積み上がっているし、まあ、今後とも積み上げていかなければならないと思います。で、行政の効率化とか、国民の利便性向上とか、公平公正な社会の実現というのがマイナンバーの目的でありますし、社会保障、税、災害対策の各分野の行政事務において、まあ、現在利用されているところです。で、先ほど先生のご指摘の個人情報保護の観点からも各種の対策を講じていまして、まず一つはマイナンバーを取り扱う者に対する漏洩防止など安全管理措置の義務付け、不正アクセス行為等に対する刑事罰の強化、個人情報保護委員会による必要な指導などですね、マイナンバーの適切な取り扱いを法律上担保しています。で、またこのシステムもですね、行政機関等の保有する個人情報は、従来通り各行政機関等で分散管理していると、つまり一元管理をわざわざせずに、その分散管理のためのシステムになっています。そして、情報連携の対象となる個人情報は、法律または条例に基づくものだけに限っていますし、情報連携の際はマイナンバーそのものを使うのではなくて、連携する機関ごとに異なる暗号化された符号を利用して、個人情報が芋づる式に抜き出せない仕組みとしています。まあ、そういう意味では、個人情報の保護に十分配慮した措置をしているんですが、まあ、このことをまあ、さらに国民に詳しく説明していかなきゃいけないというふうに思います。で、マイナンバー制度により現在の児童手当の申請など、約2300の社会保障手続き等の事務においては、行政機関間の情報連携を実施しておりまして、これまで行政機関に発行を申請し、紙で添付する必要のあった住民票の写しや、課税証明書等の書類の省略 をできるようにしています。で、また、例えばそのマイナポータルではですね、番号法に基づく情報提供ネットワークシステムを使用した行政機関等のやり取りの記録である情報提供等記録について、やり取りを行った行政機関や日時、やり取りされた情報の名称を確認することが可能になっておりまして、このデジタル社会における透明性は、
その紙でやっていた時代よりははるかに透明性が高いというふうに思っています。個人情報の保護等に万全を期しつつ、今後とも関係省庁一体となって取り組んでいきたいと考えております。酒井康之君。以上、あと2分しかなくなりましたので、丸川大臣に最後の質問をお伺いしたいと思います。東京オリンピックでありますけれども、私はもう何としてでもですね、まず国民の安心安全から、アスリート界からのアスリートも含めて、徹底的な安全を安心をですね、やっていただきたいと思います。その上でもっとですね、大臣に関しましては、その本当のこれまでやってこられた中でですね、以前 の今大臣になる国会議員になる前のお仕事は、もっとですね、国民に分かりやすく PR できるような番組を作るとか、そういうのを考えてください。そうするとみんな、あ、そういうことだったのか、まだまだ情報が国民には足らないわけですから、そういうことをお願いをしたいと思いますので、一言いただいて終わりますから。丸川国務大臣。国民の皆様もでございますし、これからおいでになる選手や関係者の皆様に対しても、もっともっと情報をお伝えしていかなければならないと、その通りでございます。選手の皆さんも関係者の皆さんも、完全なバブルという、一般市民とは交わらないすべての動線、宿泊所、また毎日の検査、そうした中でクリーンな環境を保って国を出るまで協議をしていただくところも、すべてそのようにするということで頑張っておりますので、引き続きのご指導を賜りたいと思います。よろしくお願い申し上げます。以上終わります。ありがとうございました。ここが